算数クイズ。意外と間違えるケースが多い割引の基本計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。ある商品を定価の 20% 引きで販売しましたが、売れなかったのでさらに 15% 引きで売りました。定価の何パーセント引きになりましたか？では解説をします。本題において-20% -15% で -35%、 つまり 35% 引きと誤答してしまうケースが多いようです。割合は元になる数を1とすることに注意すべきです。定価を1円とすると、その20% 引きは定価が元であるから、それを1として上のような計算になります。次はこの 0.8 円が元の数になるので、それを1として、その 15% 引きは上のようになる。0.32 円安くなるので 32% 引きが正解となります。おまけ問題です。原価に 25% の利益を見込んで定価をつけたが、売れなかったので原価で処分することにしました。これは定価の何パーセント引きですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。